はいと。はい、どうも、プラルでございます。本日はですね、アップデートの時にね、第3形態の方が追加されたんですけれども、まあ、今回はですね、そちらの方また第3形態させてないのでね、今回は第3形態させて、そのね、姿の方をね、今回ちょっと見ていきたいなと思います。そうですね、結構第3形態じゃないよ、レアキャラクターの第3形態の方はねほぼほぼできてて、で今回追加されたこちらですね、猫チェーンソー、まずこちらの方からね、第3形態させていきましょう。はい、素材としてはこんな感じですかね、まあ、特にそこまで使うものはないです。で進化後は草刈り猫、第3形態の進化で体力が大幅上昇、さらに射点を上昇しゾンビの動きを止める時間が長くなる。お、これは期待できるキャラクターですね。じゃあ進化させていきましょう。はい、チェーンソーです。ドーン、これが草刈りですね。もうあれだよね、田舎の畑にいるおばちゃんとかだよね。たまに見かけるやつね。はい、こちらですね、まあ、レベルが33っていうね、すごい中途半端なんですけれども、ネット通販で強そうなマシンを購入した猫、本来の用途を知らず使っているが格好様になっている、動くたまにゾンビの動きを止める。全く用途知らないんだね。なんだよ、そういった職業じゃないのね。なるほど。はい、あと最後ですね、こちらですね、カサージゾウ、皆さん待ち焦がれていた、まあ、カサージゾウですね。こちらの第3形態の方ね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、こちらがですね、地蔵要塞ゼロカムイ、第3形態の進化で体力と射程の攻撃速度が上昇、さらに、攻撃回数も上昇。お、攻撃回数も上昇、これは気になるな。じゃあ早速いきましょう。ちょっとゲップが出そうになったけど、さ、進化して変化するところは、まあ、色がついたっていう感じかな。うん、豪華になりましたね。こちらがですね、ゼロカムイですね。ちょっと早速ね、攻撃の頻度が多いらしいので、ちょっと一回ちょっと使ってみたいなと思います。はい、ということでですね、今回の2体をね、ちょっと早速使っていきたいなと思います。特に勝てなくてもどうでも大丈夫ですね。はい、まずこちらが草刈りですね。はい、回りますね、かなり回る。じゃあ次ですね、ゼロカムイの方がすごい楽しみなんで、ちょっと待ちましょう。まあ、草刈りに関してはね、ゾンビの時に使えればちょうどいいかなと思ったんですけどね、もうゾンビの方は本日分は終了しているので、ちょっとまたできる時に我慢したいと思います。じゃあ出します。はい、こちらですね、ちょっとあいにく敵がいないので、ちょっと待てよ。あ、いっぱい来た。これブラックも出てくるよね。持ちこたえるね。ちょっとゼロカムイの攻撃が見たいんですけれども、ちょっと待って。この調子でったら出てきちゃう、ブラックまだ。え、超持ちこたえるんだけど。いいよ、もう、オッケー。じゃあ、ちょっと見ていきましょうか。はい、ドーン。あ、そういうこと。へぇ、2発だったんかな。なるほどね。へぇ。すごい、多分本来だったら1回だけだったのかな。あまり第2形態の方は使っていなかったんでね、覚えてないんですけども。はぁ、なるほど。2回目になるとここが開くんだね、この扉が。うーん、まあいいや。ということでですね、こんな感じということで、はい、ということでですね、本日はですね、こちらですね、カサジドの第3形態とこちらですね、まあゼロカムイと草刈りの方ですね、こちらの方2体ね、早速ね、第3形態させてちょっと使ってみたんですけどもね、こちらですね、ゼロカムイに関しては攻撃がね、攻撃頻度が早いというか、2回攻撃してたんかな、まあ、かなりすごいね、強い、まあ、期待できるキャラクターなのかなと思います。あとはですね、草刈りですね、こちらの方もちょっとゾンビの時使ってみてね、まあ、多分かなり使えるとは思うんで、期待していきたいと思います。はい、ということで、本日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。あともう少しでまのまげが来るのでね、頑張っていきたいと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。またね。